玉遊びの紹介をします。まずけん玉、このお皿の上に玉を乗せるんですが、難しいというお友達、まずはお年玉という技からやってみます。玉を手で持ってお皿の上に落とします。その時にお皿から落とさないようにそーっと受け止めます。お年玉落とさないようにそーっと受け止めてください。大皿ができたら今度は中皿、お年玉落とさないようにそーっと受け取ります。これができるようになったら今度は下から玉を引き上げてお皿の上に乗せます。大皿ができるようになったら中皿、大皿の後ろにある小皿、そして最後は剣先、このように刺して楽しんでください。けん玉の持ち方を紹介します。けん玉を持つときはお皿を上にして手をこのように広げてけん玉を置きます。このように握ります。スプーンやフォークを持つ握り方と同じです。よくこのように上から持つお友達もいますが、このように握ると技ができなくなってしまいます。親指と人差し指の上にけん玉を置いてこのように持ってください。はい、お皿に玉が乗るようになったら今度はだんだん技に挑戦していきます。さあやってみるよ。玉を乗せてよくね、けん玉では膝を使え膝を使えって言うけれど結構難しいのよね。やってみましょう。これをやれば上手になります。膝を曲げて伸ばして、曲げて伸ばして、落とさないように曲げて伸ばして曲げて、速くなれよ。曲げて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 、上手にできるようになったら玉が浮いてきます。お餅つき、お餅つき、お餅つき。さあ大皿ができるようになったら今度は中皿、同じように膝を曲げて伸ばして曲げて、落とさないように曲げて伸ばして速くなります。曲げて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 、玉がだんだん浮いてくるかな。お餅つき、お餅つき。さあこれができるようになったら今度は大皿に移します。いくよ、せーの3、はい、1、2、1、いくよ、せーの3、はい。これが上手にできるようになったら早くして、もしもしカメよカメさんよ、世界のうちでお前ほど歩みの呪いものはない。どうしてそんなに呪いのか。はい、もしかみができるようになります。頑張ってみてね。次にけん玉の技を紹介します。お皿に乗せるのが上手になってきたら今度はろうそく、けん玉の剣先を持って玉を中皿に乗せます。いきます、せーの、はい。このようにろうそくができます。さあ次はトンボ、今度はけん玉をこのように持って剣先の上のあたりに玉を乗せます。いきますよ、せーの、はい。トンボ、このように乗せます。そして今度は飛行機、今度は玉を持ってけん玉、これを穴の中に刺します。いきますよ、せーの、はい。これが飛行機という技です。みんなも挑戦してみてください。お家で過ごす時間が長くなってみんなと会えない日が続いているけれど、またみんなと元気よく遊べる日を先生たちは楽しみに待っています。それまでお家でいっぱい体を動かしたり、駒やけん玉をして元気に過ごしていてね。